www.videonews.com。こんにちは。こんにちは。今日は2011年2月25日の金曜日、これが、515号ですね。515事件。はい、で今日は2月25日ですからですね。26の1日前ですね。はい、別に、まあ、だからどうってこともないんですけどね。はい。はい、515回の丸劇となります。それでですね、まあ、前回というか、何回か続けて、この TPP を、一つの切り口として、まあ、自由貿易、というもののあり方を というものをちょっと考えようという企画をやろうということで、中野武さんに一回来ていただいて、まあ、その経済的な視点から TPP の、まあ、不合理性みたいなものをね、今回、あるいは自由貿易の問題点を前回やったわけですね。少しだけ補足をしておくと、はい、僕自身は最初 TPP についてですね、別に構わないんじゃないかっていう立場だったんですね。うん、その理由は日本の農政の不合理性、すなわち価格支持政策に固執して、うん、先進各国で一般化している所得支持政策に移行していないがゆえに、うん、市場のその効率性であるとか市場が人々に与える動機を全く利用していない。その結果、例えば現在のですね、お米の土地生産性が、まあ、カリフォルニア米と大差ないものになってしまっているという現状、うん、あるいはその、まあ、人々が生産活動をですね、むしろ合理化しないで営むことを動機づけるようなですね、政策のダメさ、うん、それが目立っていたのでね、うん、それを克服する時の一つのチャンスとして TPP を利用できるんじゃないかと思っていたのが、うん、昨年の秋ぐらいまでですよね。うん、でも昨年末あたりからその、まあ、2つ事情がありましたね。というのは、一つはマスコミが TPP 賛成大合唱になるという動きの不自然さ、うん、そしてやっぱり情報がいろいろ出てくると、この TPP が多国間マルチラテラルというよりも実は2国間であることであるとか、うん、あるいは韓国が FTA 一人勝ち状態にある、うん、日本が農業団体の反対で、それが止まってるってのは全く嘘で、うん、FTA 交渉ではまず農業問題がまず最初に妥結をして、うん、最後まで残るのが日本の工業製品に対する関税率をゼロにするかどうかという問題、うんうん、だから全然違うんですね、うん、今でも朝日新聞等が間違った報道をしていますけれども、うん、あるいは韓国がですね、1997年の IMF 支援を仰いだこの時からですね、うん、13年間で瞬く間に成功した、まあ、勝者のように言われてるけど、実際には韓国経済の GDP の 25% 近くが、サムソンとその関係、うん、まあ、の会社に、ね、よって支えられていたりとか、あるいは日本では中山間地の限界集落化が話題になっていますけれども、限界集落化というよりもむしろ中山間地を放棄するかのごときですね、政策を行っていること、つまり犠牲が非常に大きく、なおかつサムソン倒れれば全て倒れるかのごときあり方、しかもサムソンの利益の、過半は未だにダイナミックラムに依存しているという現実、いろんなですねデータが出てくるとちょっとおかしいなっていうふうに思い始める、うん、そしてアメリカがですね、2009年になって突然2006年に始まった TPP への参加を表明して、うん、まあそれからしばらくして菅政権がですね、 TPP を平成の開国とか第三の開国とかっていうふうに言い始めるんですね。でこれで僕はあっと思いついたんですよ、うん、何思いついたかっていうと、第2次竹下内閣の時の牛肉オレンジ交渉から大規模店舗規制法緩和、そして日米構造障壁協議、日米、年次改革要望書とつながるあの流れですよね、うん、あの時アメリカは、ね、日本の非効率的な農業生産や流通を擁護することは消費者からこのサボ、簡単に言うと勤労意欲のない、農家やですね、流通の人たちに資本をお金を財を移転することなんだみたいな理屈を使ってたんですよね、うん、だから日本の消費者の利益のためには、うん、大規模店舗規制を緩和し貿易を自由化するべきだっていうふうに言っていた。しかし当たり前ですけど、アメリカが日本のためを思ってそんなことやるわけはなくて、当時ヨーロッパやアメリカで広がりつつあった大規模店舗に対するですね反対運動を、まあ
憂慮した流通資本がですね、アメリカ政府にロビーストを通じて働きかけて、日本をまあ草刈り場にしようとしてたんですね。つまり日本の政策的な弱点、これをうまい口実にしながらですね、実は自分たちの利益の最大化を目指すための市場化を狙うみたいなですね、この図式が全く同じなんですね、うん、なので僕としてはあの TPP に対する見解を変えるという非一貫性の方がですね、あの要するに日米年次改革要望書に至る流れを批判してきた僕の意見を曲げるという一貫性、うん、非という非一貫性とどちらを重視するかというと、やっぱり前者を重視するわけですよね、うん、例の日米関係がまたここでリピートされてるぞっていうことに注目をしたところからですね、実は僕は意見を変える方向に動きましたが、うんうん、そこでやはり問題になるのは、アメリカのような大きな、簡単に言えばあるいは経済的な強いプレイヤーがいる、そういう国が、さまざまな国々、アメリカよりも弱い国々、いろいろな弱点を抱えた国々に、市場化要求をするということ、つまり市場で対等なプレイヤーとして戦えというふうにですね、うん、要求するということの意味や、うん、それにいいダクダクと応じてしまうということの意味をね、うん、やっぱ考えるにはやっぱ宇沢先生のご意見を拝聴するにしくはなしということでございますね、うん、まあ、今、はい、じゃあお名前出ましたので、はい、まあ、本日のゲストですね、私はもうずっとあのお会いできるのを楽しみにしておりました、あの村劇にお呼びするのを楽しみにしておりました、多分宮台さんからご紹介していただいた方がいいと思いますが、一応この TPP に関してはですね、TPP を考える国民会議の、代表世話人をされております、経済学者で東京大学名誉教授の、宇沢博文さんです。宇沢先生どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、で、まあ、あの宇沢先生がどんな方かっていうのを簡単に、多分、ね、宮台さんの大学の先輩でもあるわけですから、ちょっと簡単にご紹介していただければ。僕が1978年に大学に入り、はい、80年に社会学科に進学する本郷に行くわけですが、はい、その時 の、 あの東大経済学部では宇沢先生、小宮先生、小宮隆太郎先生、根岸隆先生が三巨頭っていうふうに、あるいは三巨人っていうふうに言われていました、うん、そして、まあ、宇沢博文先生はですね、あの誰よりもノーベル賞に最も近い数理社会学者だっていうふうに評判でございました、うん、にもかかわらずというかですね、不思議なことに1974年にこの自動車の社会的費用というものすごい有名な岩波の新書をお出しになっていて、これが僕が学生の時にもかなり広く読まれていたのですね。で、あの経済学者でありながら、あるいは経済学者であられるからこそですね、経済学的な思考にその免疫がない状態でですね、例えば市場に加担するとか、競争に加担するとかっていうことをすると、とんでもないことが起こるよっていうことをですね、早くから指摘しておられたんですね、うん、でしばらくいたしますと、その経済学でいうところの外部性に相当する部分に、まあ、ソーシャルキャピタル、これあの宇沢先生は社会的共通資本というふうにお訳しになっておられます、社会学ではですね、あるいは政治学なんかでは日本では割と社会関係資本とか社会的関係資本というふうに訳されることが多いんですが、うんうん、これは一般にあの例えば国会なんかで論戦でね、あのソーシャルキャピタルがとか社会資本がっていうと大抵箱物のことを言ってるわけです、うん、箱物という意味でのインフラ、ね、社会制度という意味でのインフラじゃなくて、うん、公共事業上の対象になる箱物としてのインフラという意味で使われることが多いので、うん、多分あの社会資本という訳し方をですねやめて、社会的共通資本というふうにお訳しになっていらっしゃるんでしょうが、英語はソーシャルコモンキャピタル、そうですね、それが語源だから、もともとソーシャルキャピタルというのはコモンズっていう意味があるので、うんうん、それを強調するときにソーシャルコモンキャピタル、でそこのコモンをまあ共通って訳されてるんですね。そうですね、ソーシャルコモンキャピタル、はい、つまりもちろん箱や道路もね、うん、我々にとってのコモンズ、共有財、つまりコモン、まあ、コモングッズになるわけですけども、一部ではあるということですね、うん、だけれどももっと我々にとっての共有財ってもっと包括的で、うん、いろんな目に見えない無形のものも含んでるわけですよね、うんうん、でそうしてもなくして我々は実は経済活動も本来営めないし、うんうん、
そもそも経済生活の基本になるような、うん、例えば身体的な再生産であるとか、うん、あるいは そもそも人間として生きるための尊厳であるとか、そうしたものがね、全部破壊されてしまう可能性だってあるわけですよね、うん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 、でそうしたことを最も早くから日本で指摘されておられたのが宇沢先生だというふうに私は理解をいたしております、うん、はい、もう70年代からそれこそ本当に、はい、社会的共通資本、経済発展の外部コストみたいなことについて、ずっと警鐘を鳴らされてきて、で水俣病、成田問題、等についても、まあ、積極的に関与されてきたということですね、はいはい、それで今は、TPP を考える会の代表選任として、まあ、宇沢先生が TPP に反対しているということが実はいろいろな方にとっては非常に重い意味を、持っているということだと思うんですが、その今日はぜひですね、その心を、聞いてみたいと思います。まず宇沢先生、よろしくお願いします。まあ、社会的共通資本の話もご紹介ありましたけど、そもそも先生が TPP に反対する理由というのをこう、まあ、伺っていきたいんですが、まず最初に、もうズバリなぜ先生は TPP に反対なんでしょうか。TTP というのはですね、はい、大体環太平洋地域、はい、まあ、全域にわたってですね、うん、自由貿易の原則を徹底的に貫いてね、うん、全ての財金融サービスを含めて、はい、その上公共事業、労働力、全てをですね、自由化、これいう自由化は、ね、まあ、関税障壁その他を撤廃してね、まあ、本当に自由に国際間の取引移動が可能であるという原則を、まあ、極限まで貫こうとするわけですね、はいはい、でそうした時にですね、特に最近アメリカとですね、ベトナムが同じ時期にですね、はいはい、この TPP の交渉にですね、うん、まあ、参加するという意思表示をしたわけですね、はい、その時は私いわゆる自由貿易の原則がですね、極端な形でですね、その異常な社会的にアンフェアな性格が出ているというふうに思ったんですね。例えばですね、どういうことかというと、アメリカとベトナムで特に農業についてね、はい、比較してみますと、つまり TPP というのはアメリカとベトナムが同じ、まあ、土俵に上がって ね、同じルールで、うん、まあ、競争しようということなんですね。でアメリカはですね、実はベトナム戦争を通じてですね、第二次世界大戦全部を通じてですね、世界に投下された爆薬量のですね、実に3倍を超える量をですね、アメリカはベトナムに投下したんですね。そして特にですね、ダイオキシンを使ってね、はい、農村枯葉森林ですね、はい、森林をですね、はい、破壊すると、うん、で一頃ですね、全森林の全国ベトナムのですね、はい、17% がですね、はい、ダイオキシンに汚染されてですね、うん、竹以外の植物は育たないという時期、うんうん、その時ベトナム政府はですね、竹がですね、うん、ダイオキシンを、まあ、吸収するということを使ってですね、揚げ山になった、うん、17% ぐらいのですね、森林をですね、まあ、緑を回復しようとしたんですけど、うん、そのダイオキシンを吸収してね、うん、死んでしまった竹をどこに処理するかという処理場がなくてですね、うん、断念せざるを得なかったというようなね、うん、で今でもですね、毎年奇形を伴った赤ん坊がたくさん生まれてます、うんうん、そうですね、そういうまあ、おそらく人類の歴史で、うん、広島長崎にそれこそ匹敵するような、うんうんうん、残忍な、うん、凶暴な
行為をしたアメリカですね、うん、その犠牲になったベトナムと、うん、一方ですねアメリカはですねあのイギリスの植民地時代からですね先住民族の自然文化社会全てを壊して、うん、そして命をあの壊して、うん、その来たわけですね。そしてあの先住民族から強奪したですね、うん、土地を使って、うんはい、でしかもですね、うん、あのアメリカは水が少ないところなんだよね、うんうん、で中西部が特に中心ですけど、うん、その氷河時代に蓄積された膨大な量の地下水をほとんど極限まで使っていると、うんでしかもアメリカの社会的構造、輸送手段、経済的な生産構造もですね極端に二酸化炭素あの排出型なんですね、はいはい、であの今進行中の地球温暖化というのは人類がこれまで経験した最悪の危機です。それの一番大きな原因を作ってきたのがアメリカなんですね。でアメリカとこのベトナムが同じルールで競争するということの意味はほとんどないんですね。むしろ害毒が大きい。でそれはその実はですねあの、まあ、自由貿易の原則というのはですね、うんはい、結局全ての国がですね貿易に対する障壁を撤廃して、うんはい、全て自由に取引で移動できるような取引できるような経済を作ればいいというあのことをですね、まあ、これ新古典側の一つの基本的な考え方、うんはいはい、しかしこの命題が成立するためにはですね、うん、あのまず社会的共通資本の存在を全く否定して、うん、そしてですねあのいくつかの非現実的な条件を前提条件を、うん、仮定しなきゃいけないんですね、うん、例えば生産期間はゼロだと、うん、もうあの一瞬でできるんですね。インプットを投下すると直ちにこう変化すぐにできるとアウトプットが出ると、まあ、簡単に言ってしまうと今まで稲を、うん、稲作をやってた田んぼで、うんうん、ところが米が安くなったと一晩でですね今度は自動車工場に変えて、そのために全くコストもかかんない、うん、あのコストもかかんないというのはその資本投下する費用だけでね、外部コストがないということですね。で今までの百姓がですね、うん、あの自動車工場の働くと、はい、で逆の場合にはまた客員できると、うん、それは全く時間かからないでできるといったようなんですね。それから人間の経済的行為はですね、うん、外部性を持たないと、うん、つまり人間の行為をお互いに共感、うん、お互いに影響を与えながら、うん、それが一番中心なわけですね、うんうん、ところが全て の経済行為は全くそういう外部性を持たないといったような、うんうん、全く非現実的で、しかも、うん反社会的なですね前提条件を置かなければ成立しない命題ですね。ですからジョン・ロビンソンっていう、まあ、20世紀の最も偉大な経済学者の一人ですけど、自由貿易の論理を批判してですね、でしかしこの命題がですね時としてはもうまた支配的な考え方になっていくということが続いてきたんですね、うんうん、ですからジョン・ルミンさんはなぜかというとね、この自由貿易の命題は支配的な帝国にとって好都合な命題であるから、帝国にとって都合がいい、うんうん、でね、実はカン首相はね、うん、この平成の、まあ、開国と呼んでる、うん、それを第三の開国というふうに言ってています、うんはい、で彼の言う第一の開国は安政の開国なんですね、うんうんうん、で安政の開国っていうのは何であったかと、うん、
いうことをですねちょっと振り返ってみたいと思います。あのもう安政の改革というのその時代はですねパクスブリタニカの全盛時代です、はい、パクスブリタニカというのはですねあの19世紀初頭に始まってですねあのイギリスの力によるイギリスのための平和が世界を支配してた時なんですね、はい、でそのパクスブリタニカはですねあの2つ条件が置かれています。一つはですねイギリスは世界一の海軍力を持ってる海軍力、はい、あの戦艦その他の、はい、世界一であるだけでなくて、はい、第2と第3の海軍力を持った国の、うん、足したものよりも強力であるというのをパクスブリタニカの、まあ、一番重要な条件に掲げてですねで世界中にですね海賊的資本主義があのそのパクスあの海軍力を使って世界中の国をですね、まあ、植民地化あるいは実質的に植民地化するとアフリカに始まって中近東、はい、そしてインドそして中国にこう行くわけですね。 その中国 それがですね最後にあの日本の開国を迫ったのがあの安政の開国なんですね。ですからあの当時幕末の尊王攘夷のこう動きが非常に大きい、まあ、皆さんの方がよくご存じだと思うんですけど時代だったんですね。そこで あのまずイギリスをつあアメリカを使ってですねでアメリカがまず日本に開国を迫ると。でそれがあの1858年、うん、あの大老井伊直弼が、はい、あの締結したあの日米修好通商条約と、はい、修好っていうのはですねあの古い言葉なんですけど、うん、あの修身の修に、はい、好き嫌いの好きその意味は、ね、国と国の間の関係を収めると、うん、つまり仲良くするという、うん、あの意味を持ってるんですね。ところが安政の、まあ、仮条約というか日米修好通商条約のはですねの中身はですね3つの条件条項を持ってたんですね。第一はアメリカ人が日本人に危害を加えた殺したりしたとその次はですねアメリカの領事が裁判権を持って、危害保険ね、そしてアメリカの国法に従って処分すると、はい、日本政府は一切口を出せないというのが第一ですね、はい、2番目はですねあの関税はですねアメリカが決めると日本の関税をですねで日本政府はそれには何も関与できないと、はい、で3番目はですね日本にいるアメリカ人あるいはアメリカの商社に最恵国の待遇を与えると。もちろんあの日本の人がですねアメリカ行ってあるいは日本の商社がアメリカ行ってもそういう待遇は全く与えられません、うん、この3つがですね実はあの中心になった市外保険、関税自主権それから最恵国待遇そうですね、はい、そしてあのこの条約に対してですね尊王攘夷の運動に拍車がかけられるわけですね、うん、そして、まあ、結局最終的にはオランダ、うん、イギリス、フランス、ロシアとの間に結ぶことになるわけですね。ところが明治維新になってもですねこの井伊直弼が締結したこの不平等条約はそのまま残るわけですね。そこ でその頃からですねこの不平等条約によってですねあの日本経済社会がもう壊滅的な打撃を受けるわけですね。特に
被害の大きかったのは農村です、うん、で国民の総意としてですね、不平等条約改正という動きがこう起こっていくわけですけど、その関税自主権を回復したのはですね、1911年第一次世界大戦が終結するまで不可能だったわけですね。でその間にですね、日本の国民の多くにですね、非常に強烈なですね、被害者意識が心に残って、そして凶悪な軍部の軍国主義の台頭を許して、そしてアジアの隣国々をですね、侵略していくと。で最終的にはですね、アメリカとの戦争に踏み込むわけですね。そして悲惨な敗北をなめるという結果になるわけですね。ですから私はこの不平等条約に象徴される安政の開国がですね、結局日本の今度の戦争に悲惨な結末を生み出したと。ところが菅首相はですね、その敗北をですね、第二の開国と叫んでるということは、非常に強い違和感を持たざるを得ません。昭和の開国と彼が呼んでいる日本の敗北ですね、それは何であったかというとですね、その日本のこう、1945年8月日本軍の無条件降伏に始まってですね、マッカーサーによる日本占領7年間続いたわけですけど、でこのマッカーサーによる日本占領はですね、まず第一にですね、国家官僚をですね、徹底的に脅し、公職追放と、石橋湛山まで追放されるわけですね。で異議申し立ては一切通らないと。つまりマッカーサーの占領政策に批判的な日本の官僚政治家を徹底的に脅したわけですね。そしてその日本の国家官僚の多くをですね、パクスアメリカーナの非常に忠実なしもべとすることに成功したわけですね。それと同時にですね、沖縄の基地をですね、高級化し、日本をですね、占領の後もですね、アメリカの支配下に置くためにですね、アメリカ政府はですね、CIA を使ってですね、こういう戦術を打ち出しました。それはですね、アメリカの利益、アメリカの立場を忠実に守る日本人の政治家を選んで、そして将来の日本の政治的指導者と育て上げるという政策を打ち上げて、ありとあらゆる手段を使ってその試みを実行に移したんですね。でこの時にですね、アメリカ政府が選んだのはですね、当時 A 級戦犯としてですね、巣鴨に収監されていた岸信介で、彼を1948年12月23日に東条以下7名の公使刑が執行されました。その次の日にですね、巣鴨刑務所から岸信介を釈放して、同時にですね、昭和の極悪人と言われる児玉義雄も2人一緒に釈放するわけですね。で岸信介はですね、その足で弟の
当時官房長官をしてましたのところに行くわけですね。で佐藤官房長官はですね、用意してた背広に囚人服を着替えさせて、そしてそれでその時にですね、岸信介がですねこういうことが試合の記録に残されてます。それはこれで我々はみんな民主主義者だと、そして全てあらゆるあらゆる手段を使って岸信介を政権系政党 の、 指導者に、そして総理大臣にまでこう育て上げたわけですね。でその岸信介はですねアメリカに忠誠を誓って、日本をアメリカの植民地化するために教本したわけですね。でその岸信介のアメリカに対する、忠誠の一番の最たるものがですね、日米相互協力安全保障条約と1960年の締結だったわけですね。しかしその締結がですね非常に混乱の結果だったために、その岸信介はですね事実上総理大臣を解任されて、でその後ですね実質的な指導者になったのが加谷沖則ですね。加谷沖則という人が、で彼はね東条内閣の大蔵大臣をしてました。そして敗戦後永久戦犯として巣鴨に収監されて刑務所に、そして終身刑の刑を受けます、判決を受け、それをですね救い出して、そして岸の一番忠実な補佐官したわけですね。でその時加谷沖則がですね果たした一番重要な役割はですね1968年のことです。でそれは当時ですねアメリカはですねアメリカ軍は沖縄の基地を中心に日本の基地をフルに使ってですね、ベトナム戦争の兵站基地、中継基地、そして膨大な量に上る核兵器の貯蔵地として使ってました、さらに野戦病院あるいは死体処理施設で、それに対してですね世界中の国ですね非常に厳しい反米闘争が展開されました。特に大学生たちが中心になってですねこのアメリカの野蛮極まりない残酷極まりないベトナム侵略に対してですね世界中の人たちが厳しい反米闘争を展開したわけですね。で日本の場合もですねその例外でなかったわけですね。で日本中のほとんど大学でですね反体制反米を掲げてですね学生たちが中心になって戦いました。私はアメリカ日本の大学の歴史でですね最も崇高な高貴な心が発揮された時だったと思います。ところがですね加谷沖則を中心に指導者にして人としてですねその警察だけでなくてですね暴力団まで組織的にオーガナイズしてその学生たちを徹底的に弾圧しました。その結果ですね日本の多くの大学はですねまさに怪人廃棄してです。それからもう40年近く経ってます。しかし日本の大学はですね世界の大学で一番魅力のない大学になってしまいました。 そのことを考えるとですね私非常に心が痛みます。ちょうど安政の開国というのはそのパクス・ブリタニカが頂点にいたその時にですね日本をターゲットにしてこう列強が
力を合わせてね日本開国に迫ったというのが第1回の開国で、第2回は先ほど言いましたように日本敗戦、もう悲惨な時に日本アメリカの完全なしもべになる政策をそのまあ取ったわけですね。で第3の開国がこの今度のということをですね、一国の総理がですねそういう発言をするということはね、まさに信じられないと思うんですね。もともと昨年の政権交代、これはですね歴代の自民党政権がですね完全にアメリカの奴隷になった総国として、そして日本の利益を壊していると、人々の幸福を奪っているということに対する国民のね非常に強い反発があって、そして歴史的な政権交代が起こったわけですね。ところが大多数の国民の期待夢を無残に打ち砕いて、鳩山政権、それからそれについて菅政権、こんなねことが許されるということにね、私はもう本当に憤りを感じます。これ第3の開国っていうのは誰の命名なのか宮田さん知ってます？わからないですね、もしかすると原稿を書いてるのは福山さんだったりするからセンスがなさすぎるっていうことですね、その第3の開国、最初にねベトナムの話をお話になったですよね、あのダイオキシンを使った作戦なんですが、当時アメリカはねアメリカ の要するにアメリカはベトコンと呼ばれるですね、要するに、まあ、ゲリラコミュニストたちに、まあ、非常に恐れおののき、ジャングルが彼らの作戦の重要な武器になってるからこれを焼き払えということでね、あのダイオキシン、あのオレンジなんたらとかって名前を付けた薬ですけど、エージェントオレンジね、エージェントオレンジですよね、でそれで要するに枯葉作戦って言ってましたけど、要するに全てを枯らしてしまうっていう薬をまいたんですよね。でそれが今に至るまで非常に大きな後遺症を残していて、今から何年前かな、20年ぐらい前だったかな、ベトちゃんドクちゃんっていうね、あの背中がくっついたサムソーセージですよね、うん、ソーセージが日本にやってきたってことで、皆さん多分、でも若い人は多分それでさえ覚えてないかもしれない、ね、したんですよね、でそうですよね、とても大きなニュースになってたわけだけども、僕らにとってはちょうど僕が学園闘争の時にはまだ小学生だけども中学高校紛争までつながってたので、その時 そのある種 の、まあ、今では反米に当たるのかもしれないけれども、アメリカに対する抵抗、まあ、当時アメリカ帝国主義って言い方をねしてましたけれども、それの総区、つまり、要するにコンマ使いとしてですね動いてる日本の政府を何としてでも成長するぞっていうふうな、主張がねやっぱり強く存在していた、で小沢先生のおっしゃったこと大変大事なことは、例えば経済学の枠組みだと自由貿易あるいは自由市場といっても、実はその何がその、まあ、難しい言葉だけどその価格決定の均衡点になるかっていうと、初期手持ち量、そもそも何が手元にあるのかっていうことと、どういうその好みの構造持ってるのか、まあ、イニシャルエンドーメントとプリファレンスストラクチャーって言いますけど、それによって変わるわけですよね、でその意味で言えば今宇沢先生がおっしゃったようにベトナム戦争で徹底して痛めつけ、森を使う自由も奪われ、なおかつ、人も大きな痛手を負っている、そういう、まあ、そういうふうにしたのはアメリカなんだけれども、そのベトナムを相手にね対等なその市場でのゲームをやろうとかっていうね、まあ、よくも言えるなみたいな、まあ、それが社会正義に反するという、ね、そういうことですよね、その点でね、このベトナム戦争のね、よく振り返ってみるとね、その根底にはね市場原理主義っていうんでしょうか、市場原理主義というのは、儲けるために全ての制度も法律も変えてね、できるだけ儲けの機会を大きくすると、それが人生最高の目的であるというフリードマン式のね考え方が非常に極端な形で出てるんですね。で実はベトナム戦争の時にですねマクナマラ
マクナマラ国防長官もですね、実はあのエントホーフェンというね、非常に若いあの新古典を象徴する経済学者をですね、あの国防次官に任命して、そしてベトナム戦争の実行の実質的な責任者にしました。その時ですね、エントホーフェンはあのキルレーショーという概念を使ってね、あの使いました。キルレーショーというのはですね、ベトコン一人殺すのに何万ドルかかるかと、そしてそのできるだけあの安くベトコンを殺すということをですね、数理経済学の手法を使って計算するわけですね。でそのそれはですね、限られた戦争予算を使って最もあの数多いベトコンを殺すということを、あの公的な目標に掲げたんですね。でそれをニューヨークタイムズの記者がすっぱ抜いて、そして全世界から豪雨たる非難、そしてマクナルマ長官はですね、おそらくノイローゼになったんでしょうね。カナダであの講演してる時にですね、今度の戦争はあのアメリカの歴史にとって最悪の最低の戦争だと、アメリカの社会の崩壊を、まあ倫理的な崩壊をですね、象徴するものだといったようなですね、演説をしてですね、そしてあのジョンソン大統領に、まあ実質的に解雇されると。でジョンソン大統領もですね、その後あの再選を断念して、それでベトナム和平の道が開けることになったという、そのエンフォーフェンというのはですね、そういう意味であの私はまあむしろ高齢者だと言ってるんですけどね。でね、彼がそのフリードマン式のね、あの効率的に人を殺すというあの考え方を徹底してやった人なんですね。でちなみにね、エントホーフェンはね、その後今度はサッチャーに見出されて、そしてイギリスのナショナルヘルスサービスのあのまあ、崩壊を決定的にした人、つまりその時に彼はですね、実質的には名前は違い使いませんでしたけど、デスレーショーと、今度はデスレーショー、キルレーショー、一人の人間が死に至るまでの医療費をできるだけ安く上げようと、最小化すると、なるほど、いうことを、キルレーショー最小化して次はデスレーショー ですからね、はい、あのエントホーペンのアドバイスを受けて、あのサッチャーはですね、例えば60歳以上の老人に人工透析をすることを禁止するというね、通達まで出したんです。コストが見合わないわけですね。そうそう、うん、60歳の老人にね、うん、人工透析してもあんまり効果ないから、うん、お金はかかるというのが、それがナショナルヘルスサービスのね、実質的な崩壊をもたらしたんですね。トコネさんが今生きててカーボンレーションかなんか考えてくれると本当にいいんですけどね。いや、もう少しいいですか。はい、実はですね、このキルレーションというのをですね、あの考え出したのはですね、マクナマラ自身だったんですね。そうなんですか。でマクナマラ自身はあれですよね、ケネディのアポイントメントですよね、マクナマラ自身はね。で彼はですね、うん、第二次世界大戦中ですね、陸軍にいてですね、その日本爆撃攻略 の、あの、まあ、研究をしてたんですね。その時に彼が考えたのがキルレーション、限られた空軍力を使ってできるだけ多くの日本人を殺すためには、できるだけ多くの家を爆撃で焼くと、丹念その計画を立ててね、それがね最初に実行されたのがね、1945年3月10日の東京大空襲だったのね。それはあの下町に限定して東京の、そしてで数百機の B-29 を投下して、できるだけこう狭いところにあの集中的にあの焼夷弾、絨毯爆撃って言いましたね、して、あのできるだけ多くの家を焼いて、多く日本人を殺す、一晩でですね
10万人超える、うん、あの人たちが殺される、うん、死亡、そして怪我人はですね、うん、あの同じような数、うん、そして20万戸の家が焼けて、うん、そしてそのそれまでの歴史、戦争の歴史でですね、一晩で最大の人間 の, あの被害をあのもたらして町を壊してしまったんですね。でその極限が広島長崎原子爆弾の投下なんですね。それはそのマクナラマはですね、あのちゃんと計算して、それの同じ精神心があの TPP を流れてるんですね。いくつかポイントがあると思うんだけれど、うんうん、あのスーサン・ジョージのね、うん、構造的貧困という概念をここで紹介をしたときに、うん、あのダーウィンズ・ナイトメアっていうドキュメンタリー映画、うん、ダーウィンのなんだ悪夢っていうですね、ドキュメンタリー映画を紹介したんですね。ナイル・パーチの、ね、でそれはですね、要はあのないあのビクトリア湖っていうですね、タンザニアのビクトリア湖に、随分以前にイギリス人がですね、ナイルパーチっていうものすごく繁殖力の強い魚を放した、それは偶発的なことだったんです。スズキなんですね、うん、でそれが瞬く間に繁殖したの でそれを加工すると外貨が稼げるということで、ビクトリア湖周辺に、食肉、つまり魚肉加工工場ができて、そこにタンザニアの人たちがもう押し寄せるわけですよね。でしかし実際起こったことは、かなり近代的な設備がないとお魚が取れないので、多くの人たちはあぶれてですね、その貧困ゆえにですね、兵隊になったりとか、女性は売春をしたりとか、子どもたちは薬を売ったりするっていう風になっていく。地域には利益がなかったってことね。いや、そうなんですけれども、あの要するにそこにはね、悪が不在だったっていうんですよ、見たところですね。つまり外貨を稼ぐことは何よりも必須、我々が豊かになろうと思ったら外貨を稼いで物を買わなかったら、ね、近代的な生活を送れない、ね、で外貨を稼ぐために必要なものは外国に売れるもので、ナイルパーチは売れると、でそれが国富を増やすと思って、タンザニア政府の高官たちは、あるいは政治家たちは、そこに工場を誘致することに大賛成をした。でユネスコをはじめとする国連の職員、あるいは世界議員世銀の人たちもですね、まさにこれこそがタンザニアの近代化に役立つことだというふうにもろ手を挙げて賛成をした、ね、でまあその結果、我々は確かに、スズキの西京漬けとかを食べれるようにもなった。これ日本人の話ですけどね、まあ、フィレオフィッシュとかも食べれる、フィレオフィッシュもそうですよね、うん、でしかし実際起こったことは、その単なる貧困だけではない、犯罪、モラルの低下、ありとあらゆる悲劇が起こったんですね。でつまりこれがスーザン・ジョージの言った構造的貧困の見本で、弱者が、ね、市場は弱者の味方をするという神話を信じて市場に参加した瞬間に、あるいは瞬間というかその後一定の時間がありますけれども、うん、最終的には立ち上がれないぐらいの、つまりコモンズの破壊、ソーシャルキャピタルの破壊を経て、まあ、構造的貧困というのはもはや豊かになるような、まあ、足場も土台も全て欠いた状態になってしまう、うん、で僕はね、この構造的貧困という概念はすごく有効で、なぜかというと、弱者、市場は弱者の味方をするという神話を使うのが、これはアメリカなんですよね、よくね。例えばあの牛肉オレンジ交渉から日米構造障壁協議につながる時も、消費者は、ね、既得権益者によってむしられている弱者であると、ね、弱者である消費者からその怠惰な生産者に富が移転している、ね、この、ね、消費者の弱者である消費者の味方をするのが市場である、市場の自由であるって話をするわけね。大転法の改正でやったと。今回もすごくよく似てるじゃないですか、うん、ね、ま、全くその非合理なですね、農業行政によって日本の消費者たちはね、高い食品を買わされていると、全く非効率な作業に労働力が使われていて、簡単に言えば日本人、また要するによく似た図式ですよ、ね、市場がこうした非合理によって打ちのめされている弱者を解放すると、
この図式に全く丸々乗っかったのが2005年の総選挙における小泉竹中路線でしたよね。あの市場は弱者の味方をするっていうね図式はあの大変面白い図式ですよ、図式としてはね。で僕はね10年ちょっと前のフランス の大学卒業資格試験バカロレアでね、弱者保護と環境保護が矛盾する場合について例を挙げて述べ、見解を述べよっていうね、うん、とてもいい問題が出た。でこの問題も実は構造的貧困問題ですよね。つまり弱者の味方になるはずの市場がコモンズを、例えば環境を破壊して人々はもう立ち上がれなくなるんですね。ちなみに今年のフランスのバカロレア試験で出た代表的な問題は、一つはですね、正義と不正義が単なる約束ごとに過ぎないのかどうかについて判断をして見解を述べよ。簡単に言うと正義には内容があるのか、それとも単に約束ごとをしておくと帰結がいいから、帰結主義的な発想からね弁護されるのか、それについて判断をして結果を述べよ、ネタなのかっていうわけね。そうです。でもう一つだから正義論が流行ってるからね。でもう一つの問題はね、これもいい問題です、とてもいい問題。言葉はコミュニケーションの道具に過ぎないのか、それについて判断をして見解を述べよ。これ両方ともね、まあ現代政治哲学あるいは現代哲学の最前線を構成する問題なんだけれども、でもさっきのバカロレアに出たその最初の問題、あの弱者保護と環境保護、つまりこれはコモンズの保護ですよ、社会的共有財産の保護が矛盾する場合っていうのは、簡単に言うと洗練を信じてしまった場合のことです。市場が弱者を解放するっていうね、その恐ろしい、全く恐ろしいことですよ本当にね。そういうことがまあ現に起こる。で正義不正義問題もね、実はとても重要な問題で、あの帰結主義っていうのはあのユーティリタリアニズム、つまり功利主義の別名ですよね、うん、つまり終わりよければ全てよしということでね、終わりよければ全てよしというこの命題はあのとても強力なんですね。例えばね、一つ例を挙げると動物倫理学でね、動物にも快不快の感情があるから動物を痛めつけてはいけないっていうふうに最初に言い出した人間はあのシンガーっていうユーティリタリアンなんですよ、ね、しかしこのシンガーはユーティリタリアンなんでね、あの最大多数の最大幸福とよく似たロジックで、それで一人あるいは一匹以外の全員が幸せになるんだったらそいつを虐殺してもいい、あるいはその動物を虐殺してもいいっていうロジックも同時に使うんですね。でこのユーティリタリアンの発想と市場主義、さっきあのミルトン・フリードマンの話を出されましたけども、とても近いところがある。例えば野蛮な人間をね虐殺すること、一個一個を取ればね人倫に反しているように見えるけれども、帰結的に結果としてですね、それによって野蛮ではない人間たちの文明が栄え、人々が豊かになり世界が平和になるならばいいではないかっていう、やっぱり帰結主義の発想、結果往来ね、結果往来の発想をするんですね。だからその全てそうです。原爆にしろですね、まあ原爆っていうとね、ちょっと我々東京大空襲との比較でいうと課題差しされすぎてる面もある。だって広島の原爆で14万人、長崎で7万人だけど、東京大空襲が10万人がやっぱ過小評価されてますよねこれね、うん、東京大空襲のこの設計ってやっぱすごくよくできていて、原爆もすごいんだけれども、今そのマクナマラの話をされましたけれどもね、まあ、本当にあの B29 をどういうふうに飛ばしてその木造家屋の多い密集地域を完全に焼くことができるのかっていうことを徹底してシミュレーションしてやってるんですよね。だからこれも、ね、人倫から見れば、個々の人倫的な振る舞いから見れば問題かもしれないけど、その結果往来なんだというそういう発想なんですよね。だからその市場主義、あの市場は重要なんだし便利でもあるし、いろんな重要な機能を果たすんだけれども、この帰結主義っていうのはやっぱりまずいんですよ。終わりよければ全て良しなのか、ね、でその誘惑に駆られると実はその手段を問わない、豊かになるために手段を問わないっていう発想に人々は向きやすく、少なくとも手段の吟味についてね、まあ、気を使わなくなりがち。だから例えばコモンズをね、あるいはソーシャルキャピタル、ソーシャルコモンキャピタルを破壊してそれで豊かになるとか経済が回るようになるということはいいはずがないよね。いいですか、いいですか、あのね、あのその点でね、うん、あのちょっといくつかのね、うん、エピソードをね、はい、ご紹介したいと思うんですね、
あの市場原理主義、うん、まあ、ミルトン・フリードマンがね、はい、積極的に唱え出したと、はい、でシカゴ大学の、うん、ある一時期はですね、うん、フリードマンが非常にドミノレートした時代があるんですね、うん、先生がシカゴ大学にいた頃はフリードマンさんはあのね、うん、いた頃はね、うん、あのフリードマン以外のね経営大学者はねあのサフとして取らないという、あの他の大学もそうでね、サミュルソンなんかはね、はい、あのシカゴ大学のね PhD を取ると、うん、その彼らはフリードマンナイトでね、フリードマンナイト、うん、建物はダメタンマイトを混じってね、はい、まあ、いずれにせよねあのフリードマンのね、はい、あれを一番忠実にね受け継いだある経済学者が同僚としていました、はい、で彼があの非常にシンボリカルにね、うん、市場原理主義をね、うん、あのこう象徴してるんですけど、あの彼がある時ね、あの、まあ、みんなでこう食事をしてた、したら彼がですね、あの、まあ、いや B と言ってきましょう、はい、名前出したくないん で、はいはい、でその B 教授がね、うん、こういう話したんですね。その1週間前、うん、あの家へ帰ってみたら、あの奥さんがね、あの13階の屋上から飛び降りて自殺してたと。で2月の日がことです。で寒いで、まだね雪の上に横たわっていたと。でまだ暖かったということをみんなに話して、はい、そして今度自分は自殺の経済学をやりたいと。で彼の理論、それはフリードマンの理論でもあるんですけど、彼の奥さんがですね、彼と一緒に生活する時の苦しみ、痛みと自殺する時の痛みと比較してね、自殺した痛みが小さいから自殺を選んだと、合理的に選んだという、さすがのフリードマンもその時は浸透してました。それからね、彼はねその他にね、あの教育の経済学という、でそれはこういうことなんですね。ある若者がね大学に行くかどうか決めるのに、大学に行った時にね、一生の生涯所得がどれだけ増えるかということと、それから大学行く時の、まあ、コスト、保護インカムも含めてですね、比較して儲かるなら大学に行くと、コストが大きければ行かないと、これが有名な教育の経済学です。彼はね、犯罪の経済学っていうのも作りました。それはですね、あの人を殺す時の楽しみと、捕まってあの処刑される時の痛みをですね、確率論的に比較して、そして楽しみが多ければ殺す、痛みが多ければ殺さないと、これが犯罪の経済学、この考え方がですね、市場原理主義の根幹を貫いている、 TPP の根幹にもその考え方があるんですね。こういう考え方を、まあ、フリードマンが積極的に、まあ、推し進めていくと。どっちの方が得かっちゃうんだよね。それで比較してね、うん、あの例えば金融工学というのは基本的にはそれなんですね、うん、あの非常に綿密に計算して確率、うん、まあ、金銭的にどっちの方が得か。ただそこでね、僕先生に聞きたかったのは、まあ、その自由貿易、もしくはその新自由主義をベースにした自由貿易のねには、そのまあ、先生も書かれているけど、外部コストというものが伴うと、つまりその負の外部性が伴うと、つまりそういうふうに数字とかに、今おっしゃったような数字に出てこないものがある、でそれが過小評価されているというお話なんですけど、うん、自由貿易 その外部負の外部性というのはどういう、うん、そのところちょっとね、はい、違うんで、はいはい、外部性というのはね、はい、例えば ある人が非常に楽しい生活を、でそれはですね、その周りにいる人たちもシェアできるんだよね、うんうん、あるいは痛み、子供が亡くなって、うんうん、でこう悲しむと、うん、その感じはですね、みんながシェアできるんですね、うんうんうん、それがアダム・スミスのね、うんうん、人間社会の基本的な原理なんだよね、うんうん、はいはいはい、でそれはないと指定する仮定するんですよ。そういうものはないとしてる、うん、人間は一人一人ね、うん、独立してると、うんうん、でその考え方を徹底してね、主張したのがサッチャーです、うんうん、サッチャーはですね、もう
個人しかないと、家族もないということを総理首相として発言したこともあるほどなんですね。で徹底的にこう効率性を追求して、そしてエントホーフェンを読んで、素晴らしいねナショナルヘルスサービスを結局崩壊させてしまったんですね。で政権が変わってね、ブレア政権、労働政権になって、でブレアさんがねナショナルヘルスサービスの再建を試みたんだよね。非常に難しい。で最初5年間にね医療費、国民医療費を50% 増やしてなんとか再建しようとした。それはとてもできない。でその後ですね10年間に国民医療費を2倍にして医師の数を 50% 増やすということをですね今進行中です。しかしかつてのナショナルヘルスサービスの素晴らしい制度がですね復活するのは非常に難しいだろうと言われていますね。日本も小泉政権の5年半の間にですねかつての日本の世界に誇るべき国民皆保険制度の基礎がですね完全に壊されました。その時にですね経済財政諮問会議という制度を使ってですね、そして経済学者を2人中心になってですね徹底してですね、はい、医療費抑制の政策を展開しました。その時にですね担当大臣として一番中心的な役割を果たしたのが予算のです、ちょっと信じられないんですね。経済財政担当大臣ですよ ね、で学者というのは竹中さんと違いますではなくて竹中はね、私は学者とは言わないんですよ、学者はですねその時の2人とは本間本間長谷さんじゃなくて大阪大学の本間先生、吉川、東大の吉川先生、2人です、ちょっとあんまり名前は言いたくないんで、でもその時入ってた2人ですもんね、それはね、でその時にですね、ある一人の大臣がね、ちょっと違ったコンテクストですけど、女性は子供を産む機会だと発言して、大臣辞めざるを得なくなりましたね。その方も今民主党に投票されてるんですね、その2人をね柳沢さんですね、でこう政権交代をね実現するために力を尽くした同志とも言うべき人たちをですね、次から次と裏切って、マニフェストもですね、ゴミ箱に捨て去って、今菅政権がですねもう妥協に妥協を重ねてね、菅さん自身の政治的延命を図ってると、でその一つがですね、TPP なんですね。それはアメリカの手下になれば、しもべになればですね、救いがあるという気持ちからなんでしょうね。TPP に積極的に協力していると。このことほどね、悲しいっていうか、もう怒り、もう我慢できないほどね、激しい怒りを感じます。こういう総理を許してていいんでしょうか。先生ね、宮台さんにも意見も聞きたいんだけど、僕今その例えば菅政権がね、なんかアメリカに喜ばれてるんですよ。